このコーナーはフック仙台の提供でお送りします。さあというわけでまっちゃん、はい、今日もとなんか渋い方、そうですね、お二方、はい、ね、えお連れいただきましたけども、はい、まずはご紹介お願いします。はい、明日11月7日ロックンロールヘブンハッピーノーベンバーフックンロールレディオに出演いただく、東京ネイルキャッツさんにお越しいただきました。イエーイ。さあというわけで、とりあえず自己紹介お願いします。はい、あ、自分からでいいですか。はい、はい、あの東京ネイルキャッツ のボーカルやってますアツシっています。よろしくどうぞ。はい、よろしくお願いします。そして、はい、同じく東京ネイルキャッツのベースを担当してますノブです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあということで、もう決してお若くはない。そうですね、二十歳とは言われなくなりましたねそのさ、ものすげえいきなりだネタ振りやめてください。申し訳ないです、はい、そうですね、あのいい年です。やっぱりこっち側から入ったか、これで曲順決まったかこれで曲順決まった。実はね、打ち合わせをしてる時にね、はい、あのシリアスな方から入ったらこの曲順で、はい、明けがあの一気にドーンっていったらこっちの曲順でっていう流れがありましてね、そうでしたね。じゃあ、あのどっち先に行きますかって、じゃあ流れ次第だねって言ったんですけども見事に、まあねね、うん、間違いなく見事に明るい方から行きたいと思いますが、はい、さあということで、まあ実際実は今日お誕生日と、はい、のぶさん、はい、そうなんですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。なんかね、今日本当こんな素晴らしい誕生日になったなと自分でも思っておいおい自分で言ってしまいましたけど、いいんじゃないかないいんじゃないかな。でっていう話をしたら、なんと昨日が誕生日なんです。そうなんです。ありがとうございます、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。しかも2人で同い年。そうですね、そうなんですよ。一日俺が先輩になるんですけど。あー、そっか。だから昨日はもうかなり先輩面をされましたね一日だけ。そうですね、こいつが入った時に、うん、俺はお前の知らない一日を知ってるんだ無駄に偉そう。そうなんですよ、本当に。そう、本当に、ごめんね、この場ばかりで言うけど、ごめんね。もう今は大丈夫、そうだから、ごめん、ね、もう大丈夫、うん、そんなこと言わせないからはい、いいなあ、その無駄に偉そうな雰囲気俺お前より一日この世界に出てきてるからさ。そうなんです。確かに24時間のね差大きいですよ、これは。大きいよ。そうですね、だってこっちはもう産声上げて、ね、すっかりもうベビーベッドに入ってる頃に、そうですね、ようやく出るか出ないかっていう状態ですからね。この差でかいですね。この差でかいですよ、ね、なんだこれ本当に大丈夫かでちなみに東京ネイルキャッツ、はい、っていうこれバンド名、はい、なしてこれになりました。そうなんですよね、うん、今よく聞かれるんですけれども、うん、まあ、東京っていうのは、うん、あのまあ、このノブが入るまではみんな田舎もんで、うん、まあ、東京に活動拠点というか、まあ、ちょっと半分喧嘩を売るような意味と、でネイルっていうのはですね、あのギターでエレキギターで必ずピック使うじゃないですか、うん、でピックっつっても、うん、一般の方は分からないので、うん、じゃあ爪っていう意味、じゃあネイルの方にはなんか、ね、なんかメジャーだねみたいなので、うんうんうん、であのメンバー全員いずれは虎になりますようにっつって猫から始めようぜみたいな。おー、ちょっといい話じゃないですか。なんかそれちょっと曲順変わってきちゃうぞ。あー、そうそうね、また曲順変わるかこれまあそんな感じです。ってことは、はい、ベースのノブさん以外はみんな東京じゃない、はい、そうなんですよ。おー、はい、どちら。あ、自分は長野県ですね。おー、はい、信州、はい、そうですよ、文字を変えれば神の州というね。あー、よくご存知。信州ですからね。そうなんですよ、はい、だからあそこに大本営をね、はい、持って行ったし戦争中はあなた皇居まであそこに運ぼうっていう。あれ、よくご存知ですねいやいや、松本のね、はい、あの秘密基地が。そうなんですよ、俺もちょっとその時はさすがに生まれてなかったんで当時の状況っていうのは知らないんですけれども、はい、よくご存知だなと思います。あそこすごいんだよね、はい、そうなんです。そうそうそう、まあというわけでこういう話になるとまたあの音楽の話一切なしで時間が来てしまうんでさあ、ノリとしてはこういうノリで入ったんで、はい、1曲目に聴いていただくのは、はい、明るい方行くわけですね。あ、そうですね、はいはい、明るい方どっち。改札の前でという、あ、改札の前で、曲を、ね、はい、それでは曲紹介今もしちゃいましたけどもね聴いてくださいすいません。
さあというわけで今曲を聴きながら、ね、CD のジャケットとか見せてもらってて、はい、であ他のバンドと一緒に2つのバンドであれなんだねみたいな話してたの、はい、なんとベースのノブさん、はい、もともと別の方のバンドにいたの。そうなんですよ。そのコンピで入ってるもう一つのバンドでベース弾いてたんですけども、そのバンドの時に、東京のエリカッツと知り合って意気投合して、うん、まあ、いろいろイベントとかやったりとかはしてましたね。なかなかあれだよね、そう考えると。で東京なの？はい、東京です、はい。長野、鹿児島、静岡、はい、これに東京、はい、東京入っちゃいました。入っちゃいました惜しいみたいな。いやいやいや、いいんですよ、東京のエリカッツなんで。これが、はい、そう、宮城が入ってたらね、もうほぼ日本代表だよね、はい、そうですね、うん。東京ネイルキャッツで、でもあれか、東京が一人もいないっつうのもまた微妙なところあるか、はい、でもそうだよね。その今ちょうど曲かかってる間にも話してましたけども、かつて の, あのバンド時代、はい、ボーイだったり、そうです、ね、ドッグだったり、ウォリアーズだったりっていう、はい、あの当時あれですね、私ストリートスライダーズ、あーかっこいいですね、かっこいいですね、結構仲良しで。仲いいですか？仲いいですね。不良ですね。不良、いやいやいや分かりやすいな今のそのあのね、ストリートスライダーズはね、はい、ああ見えて真面目だよ。あ、それはなんかすごい、あの自分もお会いしたことないんでなんとも言えないですけども、うん、あのでもまあこうライブハウスにまつわる話とかいろいろあるじゃないですか、うん、なんかそれ聞いてるとやっぱ、まあ、取り巻きはね、やっぱ不良の方がすごく多い。そう、もうろくでもない取り巻き多いんですけどね、はい、あの本人たちは至って真面目に本気でちゃんと音楽に向き合ってて、かっこいいですよね。そうそうそう、あの一緒にあの、うん、ストリートスライダーズとツアーやってたサックスが、はい、あの私 の, あのかつての DJ の相方で、はい、ポーキーっていうのがいるんですけどもね、はい、あれですよ、あのフジロック の, あのヘッドクォーターで MC とかやってたやつですけども。あ、なんか今度じゃあ、うん、紹介してくれないですか？すぐ会いたがる、すいません、つなぎたがる、失礼しました。いいなそれそう、彼がだからあのツアーずっと一緒に回ってて、で文句言ってたんですよ。何が面白くないって、あいつらさ、はい、ライブ終わった後部屋にこもってさ反省会やっちゃうんだよって。あ俺は飲みに行って遊びてえのによって。なるほどもうね、でも俺らの世代もそんな感じだったよね。結構真面目にやってきたよね、まあ、ね、今は、今はそうでもない今はそうでもない、はいはい、いいな。だからその辺意外とね、なんかあの時代からがっつりバンドやって、はい、おどうなの、そのバンドをさずっと続けてきてる、はい、そのもちろんまあ紆余曲折あるわけじゃない。ありましたね、いろいろ、はい、それを乗り越えて今ここに東京ネイルキャッツとしているわけじゃないですか、はいはい、うん、ここに至るまで の, その、はい、例えば20年ぐらいのさ、はい、スパンで、そうですね、うん、見た時に、はいはい、何このロックというものの重みというかさ、はい、その辺って自分なりにどう消化してるの？そうですね、まあ、これはまあノブとも違うかもしれないし、バンドとも違うかもしれないですけど、うん、あの俺、まあ、自分としては、まあ、割とあんまり後ろ見てないですね。その、まあ、まあ振り返ると、まあ、そういう 重いなとか、うん、あやってきたなっていうのはあるんですけれども、うん、まあ、どっちかっていうと、ね、無限に人生が続いていくわけじゃないんで、うん、あのじゃあここからどんだけあと全開でこうバリバリいけんのかなみたいな、バリバリ行くにはどうしたらいいのかなみたいなことを考えてますねいいねいいね、ちゃんとロックしてるね。ありがとうございます。お願いだからさ、そのねえ、なんかロックはアーティストだみたいなさ、そのノリにはなんないでね。ああ、それはどうなんですか、ね、まああのこのベースか酒しかやらないノブがいる限りは大丈夫じゃないですか、ね、ああ、わかりやすいそれはね、ロックンローラーとして正しい生き方。そうそうそう、あのアーティストじゃないんで多分、うん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 、そうですね、まあ、うん、そういう意味ではもしかしたら自分で言うのもなんですけどもロックなのかもしれないですね、うん、まさにロックそのものだねそれはいいね、ベース弾いてるか酒飲んでるかしかない、どっちかしかないんでこの男はそれは正しい生き方です。さあそんな生き方で1曲聴いてもらいましたじゃあ今度は曲紹介。はい、本当にちょっと真面目なこと言うんですけれども、さっきもですね、被災地を訪れて東北の方に、向けた曲を3年前にリリースしたものです。
タイトル言っちゃっていいですかね。うん、どうぞ。はい、忘れない。さあというわけでございまして、今日ゲストにお迎えした東京ネイルキャッツさんですが、ライブスケジュール、おさらいお願いします。まっちゃん。はい、明日11月7日土曜日、ロックンロールヘブンハッピーノーベンバーフックンロールレディオオープン16時、スタート16時30分、前売りチケット1500円、当日チケット2000円、ドリンク代別途で600円いただきます。はい、ということでございました。今日はゲストに東京ネイルキャッツお二人、はい、アツさんとノブさんをお迎えしました。最後にそれじゃあ一言お願いします。はい、ありがとうございました。じゃあ明日フックで待ってます。はい、同じく明日フックで待ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。東京ネイルキャッツでした。ありがとうございました。このコーナーはフック仙台の提供でお送りしました。さあというわけでございまして、まあね、日の暮れるのが早いこと早いこと真っ暗、あっという間に真っ暗だったね。すごいね、ゲスト迎えた時でまだちょっと白身が残ってたんですけど、もうすでに白身がなくなってしまいまして、まあ、皆さんくれぐれもこの時期は本当に事故を起きやすい時期なんでね、気をつけていただきたいと思います。今日もお相手私陽之助とじいと青木がお送りしました。はい、この後今日は反省会あり、はい、反省会ありでございますね。でもトムちゃんあれだよね、忙しいから無理だよね。今日はスタッフも、少々の人数でお送りしておりました。それじゃあまた来週。